はいはいはい、どうもです。練習対戦研究実況プレイの第4回でございます。ちょっとね、まだ前の動画上げる前にもう次の撮ってるんで、集計は反映されてない前のままなんですけど、どうしようかな。表が並んでるんですよね。シェンウとレオナっていうことなんですけど、シェンウとレオナだったらどっちがいいかな。02UM にいなかったシェンウを先にやるっていうのもありだし、ちょっと男キャラ続いてるんで、そろそろ女性キャラっていうのもありだし、どうすっかな。シェンウ行くか。まあ、上からシェンウ行こう。じゃあ、シェンウはね、コンボ難しそうなんだよな。12をやった感じは、俺はね。なんとなくだけど。こんな声だったっけ？こんな声だったっけ、シェンウ。シェンウはカラーとかないですね。あ、ちなみにこれ、ジョーとかはね、あ、これ、こう、一応あるんだけど、カラーだけなんだよね。アイテムがなんか追加とかするんじゃないですか。K ダッシュも変わるんだけどね。うん。そうそう。一応、カラーだけ変わるっていうのもありますね。アルフマンだっけ？とっととかかってこい。うん。迷彩カラーみたいなね。楽しませてくれよ。カラーエディットだと、普通にただカラー変えるだけなんだよね、あれ。うい。シェンウも12からで、まあ、だいぶ変わってると思うんだけど、どうだろうね。どこがいいかな。ローズさんとこ行くか。ローズはチュートリアルモードで説明してくれるキャラだね、今回は。ああ、この曲エリザチームか。これ設定残してほしいんだけど。はい。ジャンプ D めくれんだっけ？めくれないか。ローズく。ローズと、あれ、なんだ、ピアノ演奏してないじゃないか。今回これラウンドによっても背景だいぶ変わるよね、このゲーム。めくりないのか。ジャンプ C。C が、ちょっと弱いけど、若干めくって表に落ちてる感じだな、これ。あんまめくれないんだな。C の方がめくれる。これじゃめくっても着地でコンボには組み込めないけどね。まだ一戦もやってないぞ。特殊技は前 B。 あ、じゃあ投げね。頭突きか。いいね。背景ルガールいるんだよ、よく見たら。これはまあコンボのつなぎ、もう分かりやすいコンボのつなぎ技ですけど。チェーンは地上コンボ長いキャラだよね。中段とかじゃないよね。じゃないですね。じゃあ1ヒットガード。こうね。小技からは無理ね。対空とかはしゃがみ巨パン？プルプルしとる。3発。で、激剣、波動パンチね。ドリアン、チェストを。今日は貯めれる。お、こんなんなんだ。エフェクト超品体になったな。あ、今日は繋がんない。弱の激剣。これ、あの、1ヒットジャンプができるっていうコメントあったんで。1ガードジャンプ。ガードされたらフリーだっていうね。これヒットのジャンプはできないのか。1ヒットジャンプは。それは 2P でやれって話か。
ジャンプしっぱなしにはできないな。まあいいや。当てた時もなんかあんまり五分五分ぐらいに見えるんだけど、どうかねこれ。めり込みすぎだし投げキャラね危ないと思うんだけど。で、止めた時どうなんだこれ。あっち結果のガードは？新キャラはちょっと長くなるなこれ。ガード可能と。どりゃーって当たらんでしょこんな。ガード可能だったら。一番吹っ飛ぶ。いつも溜めれないんだ。こういって追い打ち可能と。うん。でこれ溜め、溜めだってなんだこれ。あれ溜めのマークか。あれ溜めかってやつ。はいはいはい。別技扱いだな。フェイントキックで止めれると。誠のチェストと同じじゃないかな。最近っていうか、まあまあずっとスパホやってたから、スパホのちょっと話題がちょいちょい出るかもしれませんが、わからん人には申し訳ないですけど、竜巻弱、打波動弱ですね、追加技。うん、行くね。追い打ち可能だね。かなり余裕ある追い打ち可能ですね、これは。天連剣。これだな。これがね、いろんなとこから出せるんじゃなかったっけ。天連剣っていろんなところからキャンセルで出せる技なのかな。あ、そうだね。あ、簡単になってるな。すげえ簡単になってる。普通にキャンセルで出せるんだな。昔は、すごいなんか微妙な、終わり際、何フレとかにしか限定でしか出せなかったんだけど。今回はただキャンセルで出せる。ね。やっぱいろんな技から出せるんですよ。天連剣って。多分何回も浮かせられるんじゃないかな。あ、そうそうそう。やっぱ入る。画面端コンボ強そうだな。今日から弱とかいけんじゃないかな。無理かな。あ、入る。いけるね、やっぱりね。天然剣も EX。すげえ浮く。すげえ浮く。ちょっとこいつのコンボトライアルが怖いね。また難しくなりそうだな。で、断剣、投げだっけ、これは。ゆりより、くず風か。くず風的な。あ、浮くか。飛ぶよね。これも天然剣にいけると。端限定かな。あ、ワンフレ投げなのか。ワンフレ投げっぽいですね。うん。あ、これドライブキャンセル扱いか。ドライブキャンセル扱いなのか。あ、じゃあ、あ、そんなできるわけじゃないのか。12の時は違ったからね。普通にキャンセルで出したんだけど。あ、そっか、ドライブキャンセルか。そら出せるわ。ただ出せて当然だった。断剣、弾き。あ、これ飛び道具反応回線じゃない。じゃあまだ、じゃあまだ、ちょっとやってみようか、スピン。スタート。はい。あ、別にこれ、スピンしなくてもいいのか。記憶させればいいのかな。記憶させる方法はどうやるんですか。インプット。違う、あ、そう、ディスプレイ表示しろっていうコメントあったか。しとこうね。そうですね。キーディスプレイも入れた方がいいですか。あ、違った。キーディスプレイあった方がいいかな、これ。かぶるからちょっと右にしようか。なんか気になるんだよな、こうかぶってるとな。こうやったら見えないじゃん、これ。見えないじゃん。中央か。中央もなんか気になるんだよな。まあこれならいいか。で、相手に動きを覚えさせるってのはどうやるんだろう。
はいはい、わかりました。コマンド、あのボタンに登録でしたね。録画ボタンと再生ボタンみたいなのを登録してやると。あ、ちょっと待って。でスタートしてログさせて、でスタートで決定かな。どうだっけ。弾剣弾き竜巻強パン限定か。じゃあまだ、あ、消すんだ。跳ね返しじゃねえんだこれ。いつまんとかないのか。いつまんこれになっちゃう。なるほどね。はいはい、 OK です。続いて消費かな。もうこれやってないの。あ、弾剣の EX もやってない。あ、これは完全崩れダウンと。あ、空中ダウンか。何が入るんだろう。無駄だ。あっと、流れた。このぐらいの暴発はまあしゃあない。絶撃剣ですね。波動2回。弱強の違いは、あんまりない気がする。距離は変わってない。ためもできないですね。扱いやすい技だよね、これ。キャンセルかかんないか。からしゃがんだら当たんないんだろうな。弱かな今日は。無理か。無理っぽいな。うん、技からのコンボはちょっと若干弱め。何が入るんだろう。これは入るか。投げから入ると。うん、これ無理かな。ちょっと難しいね。で EX1 取りゃー。まあ単純にダメージアップかな。取りゃー。うん、なんか無敵とかそういうのはちょっと確認はできないですけど、そんなに強い技じゃなかった気がするね。で爆心 CABC、いやー、サンキロットと違って真上じゃないんだ。横に飛ぶとダメージアップだね。確かね、コイルアップだよね。うん、火力アップだと思います。減るねー。終わったと。こいつできないタイミングかな、これ。どうかな。端でやってみっか。なんか動けないな。動けなかったな。あ、相手がジャンプして倒れてからじゃないと受けないです。特にジャンプできないですね。ただ火力はほんと上がると思うんで。これだけのダメージが高いな。単純にた、なんか割り込みとかに使えそうだな。対空とか、これ、火技とかで。ダメージ高いんだね。1ゲージ技だよね、多分ね。いいね。で、転生爆心撃。転生爆心撃。流行コマンドパンチ。あ、ちゃちゃちゃ。バック。おお。ごっつい吹き上げですね。ジャンプぶってます。ちょっと下に弱いかな。どこで使うの？こう行って。
ああ、使いやすいね。コンボに繋げやすいんじゃないかな。爆心から入るのかな。あ、爆心から出ないかな。爆心からワンチャンないか、これ消火力の。なんかもっと浮かせてくるから無理かな。無理かな。なんだっけ、こういって、あ、ちょちょちょ、こんな感じでさ、どんどん浮かせてさ、ちょちょちょ、出ない。無理かな。無理くさいな。うん、じゃあまあ一応技はそんなところ。もう19分、あ、もうちょっとカットしてるから16分、16、17分ぐらいか。ちょっと技見てトライアルっていうだけなんですけど、今のところ。あ、一応コンボ自分でちょっとなんかやってみるね。こういうの簡単にできそうだよね。何がいいのかな。こうなっちゃうか。なんかもうめちゃめちゃいけそうじゃないか、これ。めちゃめちゃいけそうな感じになってるな。はぁ。いや、もうトライアル見た方が早いでしょ。どんなコンボあるのか。いきましょう。トライアル、簡単なキャラそろそろ来てほしいな。ちょっと、軽出しとアッシュはマジ難しかったぞ、あれ。いや、まあ、あの二人に比べたら戦友はまだいいんじゃないかなと思うんですけど、そんなことないですかね。KOF12 ではね、トップクラスに難しいキャラだったんですよ、今度は。変連剣のせいで。カラーなんか面白いのあるから。うん。じゃあピンクで。今日はまだ時間あるから、ちょっと多めに。なるべくカット少なめに行きたいとこだけどな。そりゃ最初の方だけだろうな。5番目くらいから難しくなるからな、これ。基本コンボ。うん、さっきのこれか。あー、タチパンになっとる。はいはいはい。だな。こういってこういって消費か。お、ちょっとパンチ出てない。あれ、あ、タチパンチか。オッケー、次。こういって EX 版、 EX 版で浮かせて、こういって、お、ノーキャンで入るんか。中央でもいけるってことかな、これ。あ、いけそう。あ、中央でもいける。ドライブキャンセル使用なしだよね、これは。いいですね。いいですけど、この混合が難しいのはいっぱい来そうだな、これ。弱強。え？おぉ、繋がる。繋がる。で、EX 版行って、EX 天然剣。天然剣、天然剣、天然剣。最後、爆心。やってみっか。やって。最初が難しいな。出なかった。別に中央でやる必要はないんだけど。中央でできるなら中央でやった方がいいよね。じゃなく無理なんじゃない、これ。最後の天然剣入んねえな、多分。うん、
最初のが難しいぞ。おっと、おお、あ、遅い。あそこは早めにか。あ、結構厳しいかもしんないねこれ。出なかったあれノーキャンでいけるのかなこれ。あ、ノーキャンで入る。相当早いな。ノーキャンでいいのか。早すぎて出なかったな今の。おし、オッケーオッケー。なかなか難しいぞ。いきなりこれからカウンターヒットか。カウンターヒットでワイヤーになって、でこれを当てんの裏から。裏からだよね。ああ、で浮かせて今度 EX でもう一回持ち上げて EX 激剣弱激剣天然剣天然剣爆心。難しそう。スタートの位置が重要だなこれ。あれ、あ、キャンセルで出すのかな。当たらん。ちょっとお手本見る。2発目だけか。ああ、なるほどね。弱撃剣から天然剣がドライブキャンセルと。はいはいはい。スタート位置はこっからだったな。あ、違う。で、EX 撃剣だな。おっと、連打しすぎんとこうなっちゃう。惜しい。惜しいぞ。あ、で、EX でした。で、ドライブキャンセルね。あ、遅いか。おいよ。よし、オッケー。まだ大丈夫。まだカットしなくても大丈夫なレベルだったね、今のは。密着から。あー、長い。この辺からカット必須だな、これな。あれ？巨パン、巨パン繋がんの？壊し巨パン。あ、繋がるし。めっちゃシビア。めっちゃシビアだぞ。で発動してキョパン前で波動弱竜巻で天然剣波動強。これ暴発するでしょ絶対。どこか。今ドライブキャンセルないから暴発しなかったんだろうな。なんかちょっと特殊な入力しないといけないかな。最初がめっちゃ難しい。
よし、行くな。OK。今これまだ半分ぐらいじゃないのかな。どうかな。あ、ちょっと短くなった。あ、もう8まで来てるじゃん。なんだ、意外と来てたわ。これ3回発動。3回発動。滑るね。で、で、で、まあまあまあ見てからやった方がいいな。どこでドライブキャンセルとか書いてないからね。あー、そんな難しくなさそうに見えるけどな。最初だろうな、むずいのはな。これいってっていうことですよ。わしが出る。これだろ、難しいな。うん、で発動して、中央からでいけんのか、これ。出たー。 OK、 いいんじゃない。ちょっと戦運はこれ一発一発が重い感じがして、ボコボコ殴っていくのが気持ちいいよね。いいね。さあ長いぞ。この辺からほぼカットですよ。おい、 OK。難しい。難しくなってきたよ。でも、まあでもね、アッシュのレベル6、7ぐらいですよ、このレベルは。シェンウのが、まあ、こういうキャラの方がまだやりやすいな、俺は。ためキャラがやっぱ苦手なのかな。ケイダシのはなんか暴発があれがなければもっと簡単だったんだけどな。これ最後？これ最後だね。よし。成功したとこしか流さないから。おい、一発じゃないですけどね。でも簡単だったぞ、これ5回ぐらいでできたぞ、これマジで。お手本も見ずにできました、最後のやつは。なんか、みんなそうなんじゃないの、これ最後のやつはそんな難しくないんじゃないか。アッシュ、Kダッシュもレベル6ぐらいが難しかったけど、最後はできたからな。まあ、こんな感じですか。あ、はいはい。ありがとうございました。新ウーア、とりあえずは、今のところ俺のメンバーに入ってるかな。アッシュ抜いて新風かな、これは。こんな感じでいきましょう。どうもありがとうございました。また次回のキャラ投票をお願いいたします。失礼します。